マーメイドル。マーメイドルのマーメに頑張るマー。イエーイ。皆さんこんにちは、マーメイドルのシオンです。今回は初心に帰ってこちらの風船をこの椅子の上に置いてお尻で割ってみたいと思います。早速膨らましていきましょう。こんぐらい、こんぐらいがベストだね。じゃこれを結んでいきます。うわ、緊張する。めちゃくちゃ久しぶりだわ。こうやってお尻にこうやって固定して、ひぃ、怖っ、怖すぎる。え、怖っ。いやでもこんなのね、もう楽勝だから、楽勝ですから楽勝なんですよ、こんなのね。こう前まで、ね、ずっともうずっと風船割りをねマスターしてこう極めてきた人魚ですから、こんなの楽勝のはずなんですけどね。ちょっとなんかやっぱしばらくやんないうちにちょっと怖くなっちゃうよね怖くなっちゃいますよね。ちょっと遊ばないと、風船と心をね通わした後にちょっと割んないとダメっぽいかなこんな感じね。で遊んでからね、仲良くなりましょう、風船と。まずはそこからですよ。しばらくあんまりやってきてなかったんで、あの風船ちょくちょくは割ってるんですけどね。普通に割るのがあの巨大、前回あげた巨大風船で、もう1ヶ月ぶりぐらい普通に割るのが、なんか今までこうチュッとかしてこう試してたんですけど、普通にパンって割るのは1ヶ月ぶりぐらいなんでね、ちょっと緊張気味なんですけど、わあ、このね、わかる、これ割れる、これ割れるやつなんだけど、待って、この椅子をちょっとこんな感じ大丈夫、信頼できる椅子ですね。よいしょ。いや、これ割れるよ、これ割れ、出たって思ってるでしょ。これシオンのこの風船割る前のこの叫び、出たって思ってるだろうけどね。こっちはでも必死なんですよ、こっちは。いやーおー、もう仲良くならないとね、もう仲良くならないとダメなんです。はい、ということで風船と仲良くなってきました。もうこんなことしてもね怒らないんですよ、仲いいですからね。もうね、もうマブたちですね、マブたち。ということでね、もう割っていきたいと思いますよ。もうこんな仲良くなってね、もう意思疎通もできるようになったんだから、割れるに決まっている。もう風船への恐怖心はねないですよ、ないですよ。いけますよ。いやー、割れる。もうこれすぐね、すぐこれボンっていっちゃうと思うんだよね。いきますよ。はいはい、ちょっと頑張って、いきますよ。前回私がこう学んだのは、私シオン特有の勢いで行こうとする
っていうのが風船を割る上でちょっとダメなのかなと思いまして、怖くなっちゃう、勢いがあると。なので今回ちょっとゆっくりめにスーッとこう沈んでいく感じに、もはや風船割れてんのっていう感じでね、ちょっと行きたいと思いますよ。うおーうわーうわー、大丈夫、もう自然にね、こう自然にこう下がっていくから、こうやって。でも結構ね丈夫なんだよね風船って、意外と。ほらもう支えてないから、空気層もね捨てないんですけどね。あー頑張れ風船これ頑張れ、これゆっくりだとちょっとなんか心痛いわこれ。ゆっくりだとね、もう風船の悲鳴がちょっとね聞こえる気がするんですよね。思いを助けてーって言ってる気がして、ちょっと勢いある方がいいのかな。なんかね、すごいプレスの K みたいな、シオンのお尻でプレスの K してる感じだって、ちょっと申し訳なくなってくるわ。うん、あー怖いし、かわいそう、ゆっくりだとあーでもねこれ本当にほらこんなことやってると割れちゃうんだよね。でもほら全然大丈夫なんだよね。いやー全然割れない。やっぱね勢いでいった方がいいのかな。わかった、お尻で割るときは勢いが大事、こう手でこうクッてこうクッて割るときはゆっくりがいいっていう結論が出たのでいきますよ。3、割りたくない、割りたくないよ。2、1、0。はい全然割れない、もう何事もなかったかのように。もう割れてほしい、逆にもうここまで来たら割れてほしいよ。割れろ割れてくれ、お願いだ、もう終わらせてくれ、割れろ、もう気づかないうちに割れてほしいもう大丈夫、もう風船なんてね、もうみんなこれ聞くの何回目って思うけど、風船はもう視覚から入ってくるなんかこう脳のこの擦り込みで怖いってなってるからね。いきますよ。はい、割れないんだけど、足りない、私前お尻で割った時どんな感じだったっけうっそ、はい、本当に割れないの本当に割れないの、これほら、もうほら椅子がね、もうやめてくれって言ってるよ、ほら全然割れない、なんで、もうこれでいく、これでえ、なんで、全然割れないんだけど、え、嘘、待って、でもこれ足浮いてんのね、これほら割れない、すごいよ、手汗がすごいよなんで割れろよ割れてほしい、ちょっとで割れなすぎなんだよ、ほら見て、待って今割れちゃうかもしれないけど、いくよ、ほらちゃんとほらもうこれバランスボールだわ、これこれだからちょっとペンで割ろうかな、ペンで割って、今回はちょっとペンで割ってね、お尻で割るのは
またねリベンジしたいと思いますよ。もう今回はこいつを割ることが目的になりました。今なりました。だから右利きだから右から割りたいから、だからゆっくりねいきますよ。割れました。どう私の自然な風船割りは。まあ自然だったでしょ、もうこんな格好しちゃってね。もう皆さんもぜひ自然にスムーズに風船割り挑戦してみてはいかがでしょうか。バイバーイ。